えー、それでは、明治大学法学部2020年度春学期オンライン授業、えー、レポート10の解説を行っておきます。えー、とどうもこの解説の動画を視聴していない、えー、受講生がいるようですで。それはもう、ここの、今回の第1説、第一章、第12、 説第13節のこの最初、ラテーフ。これを2人の学生さんが、受講生が、まだ地球と訳してるんで、地球と訳すのはもう間違いです。えー、地球という概念があ、えー、この旧約聖書にあったならば、あガ,リガ,リえー、ガリレオ・ガリレイの お地動説に対して、えー、キリスト教の教会ですねヘローマカトリック法王朝が認めないということはありえないんで,でそれでも地球は動いてるってガリレオガリレオの名セリフもありえなかったのでこれはとんでもない間違いここラテールを地球と訳してるととんでもない間違いをしているということに気づいてくださいまたそのおこのう解説動画を見ないでまた地球と書いて いるならば今楽器不可にしてしてまいます何度も警告したこれまだ、えー、っとレポートを出していない、レポート8を出してない人が、これもレポートのコメント欄に書いてあるんですけれども、えー、全部、レポート12まで、1から12まで、えー、全て出さないと単位は出しません。これは何度も、えー、シラバスにも警告あちゃんと書いてあります。 えっと中身に入りましょう。ラテーフラテーフっていうのがですね、まあ、どういうふうに皆さん聞こえるか、フっていう感じですね。これはもう母音なしでフというシーンだけです。プロデュイジ、プロデュイジです。ラテ、えーフ、プロデュイジ・ドラ・デュール。これはド,ドラはベル、えー、っと部分監視ですね。で、ビアルデュールは植物全体を指す緑と、日本語だと緑と訳せる。 フランスでアパクト,トマン、マンションに住んでましたけれども、在外研究の時に、えー、エスパス・ベグデュー,、えー、そのマンションのベランダからですね、セ、えーヌ川,川沿いの緑の並木が見える、まあ道もあったんですけれども、交通量の多い、えー、そうするとやっぱりちょっと高くなると、家賃が高くなるという、えー、その時にエスペース、エス,エスペースですね、エスペース。えー ビクデューって緑っていう空間、あそういう言葉を、ま、あ不,動不動産屋さん、フランスの不動産屋さんが使っていたのを思い出しました。で、ここではラービクデューは、えー、ドゥラビクデューは、ドゥレルブと次の、お新しい教育あればいいですね。次のお、えー、デザルブルと。 ドラベルデュールを言い換えて、こういうふうになって、そこを理解してない人がいました。画面の転換があれですね。えーまあ、ここ、テーホは、このウーがアーが、アー、エーの形が、まあ、テ,ッテッラっていうのがラテン語ですね。そこから派生した、えー、言葉です。 えと、まあ、第一は、地は、あ緑を生み出したと。えー、プロデュイオフという不規則動詞の、まあ、この手のお活用、なんとか、ウィーという、えー、活用系の動詞は結構あって、これ直接を単純書くですね。えー、この聖書も、おまあ、 の後に接続を現在という,うのの除けば大体は単直接を単純加工が動詞の方と時制は多いですね、えー、第一地はあ生み出した緑を生み出したとでそれを緑を説明してドゥレルブ・キーフ・アンフェコンド・サスマンス、えー、自らの種を、まあ、肥沃とする 豊穣とする、緑豊か生産力があるとする、えー、草と、そして次、新しい共有ですね、新しい画面へ行きましょう。はい。えー、そのお草の方の、えー、そのソンネスペス、これはリレーゾンしましょう、リレーゾンしてない人がいますが、スーロンソンネスペスと、ソンネスペスというふうに音が続きます。 えー、その自らの種類に従って、えー、種をお豊かにすると、生産力あるものにする草、えー。そして、まあ、そしてはないですけど、デザラブル、木々と。木ポぽトここはもう現在系ですね。先ほども、木、キハン、フェコのハンも、ハンドルという動詞の、えー、直接現在。 ですねここもキーぽくてこれも直接を現在です、えー、ポルトは身をまあ、ポルト体にこう身につけると、えー、ポータブルテレビ、まあ、ポータブルテレビっていう方もポータブルってポルターブルフランス語から来てるんですけれどもこれ持ち運びできるとこれ身に自分の身に、えー、こうつけて、えー 運ぶことができるという、ポータブルっていうのも、まあ、今当たり前に、まあ、スマホを含めて当たり前になっちゃったので、そういう言葉はもう今、死語になっています。<laughs> えー、で、フリーやん、メム、レア、スマンスロス、スロン、レア、レア、エスペスと。えーっと、ここもすでに、レポート級で説明しましたね。えぇ、ー、木業、キポート、デフリと。えぇ、ー、身を、 を結ぶ身を持つと、えー、木,々木々と、えー。で、この古い果実を、まあ、就職してちょ、現、え、在、ー、分子ですけれども、英語の ING に近い形で、えー、古いの、まあ、形容詞的な感じで、これアブアールの現在、えー、分子ですね、えー、持っていると、暗雲メムその、それ自身の中に暗雲メムの「ーは、 フルイの方でしょ。その中に、あン、これ中に、に、ラフススマンスラフエスペスト、えー。それらの種類に従って、えー、それらの種をその、えー、それは自身の中に持っている、えー、果実を、まあ、結ぶ、身につける、えー、木々と。これがドゥラベルデュールのもう一方の説明。ドゥレルブとデザルブ ですそれから、これも何度も出てくる、結構繰り返しが多いですね。VIAVAF、えー、という不規則動詞の、えー、直接法を単純加工でしたね。VIAVL、えー、という動詞の現在形ではありません。神はいと見たと理、えー、クいかのことを理解した、い、え、か、ー、のと見たと。 訳すらえてぼん。このえても前に説明しましたように、えー、主節が過去の場合、従属節、区で導かれる従属節の直接を反過去は、過去における現在。過去における過去は、ここが、えー、直接を大過去になります。えー、っとおで、過去における未来ですね、主節が過去の場合は、 えー、条件法、現在をここに使うんですね。従属説、過去における未来。そこで条件法が使われますが、今のところこのテキストでは条件法、現在、条件法は出てきてないかったですね。はい。神は、あまあ、これ漠然と今まで出てきた、それ,それを良しと理解した、良しと見たと、まあ、訳してもいいでしょう。 イリューアンスワー、イリュー、イリューアンマタンと。夕、えー、べがあり、朝があったあ。3日目ということですね。あと、レポートはあー7月17日締め切りの11、そして7月24日締め切りの12で、これで、えー、春学期のオンライン授業は完了と。レポート1二一から12まで出ていって、今のところレポート自体で落としてる人、 はません未提出の人がレポート8が出てない人が1人この動画を、えー、録画している時にまだレポート10が出てない人が1人います、えー、まだ10を出してない人にはコメント欄に、えー、締め切りに間に合わない場合、まあ、オンライン授業疲れしてるんでしょうね えっと今日は7月10日ですが、えー、ぜ東京都は相,わ相変わらずその、新型コロナウイルスの感染者が200人を超え続け、そして全国でも400人を突破してしまいましたので、これはちょっとやっぱ政治、まあ、政治に関心がないという諸君も多い、大学生も多いですけれども、完全にあの日本の政治、 これ日本だけじゃないんですけど、フランスもひどいんですね、マクロン大統領も含め、えー、保健省もなんかひどいということで、まあ、政治というのが新型コロナにまあ敗北し続けてますね。ですから、後期もまたオンラインじゃないかと、えー、予測します。これは結構皆さんもやってみて大変ですね。えー、私も授業大変ですし。 カーナレポートをきれいに毎回、あの、締め切りまでに提出っていうこともないので、まあ、くたびれますけど、後期も、秋学期もまたあオンラインで始まるんじゃないかという予測を持ってます。夏休み中に収まる可能性は、これはないですね。えということで、え今回。 レポート中の解説は終わりにしましょう。